よいしょ。あれちょっと待ってね。よいしょ。あ、いい感じ。よいしょ。あっつ。こんばんは。いや、こんばんは。優しく。こんばんは。こんばんは。来た来た。ただいま。元気にしてた？こんばんは。アレンジマンさん、ありがとう。香川六選手、嘘。ラッシーもユニット公演落選した。ショック。お疲れ様です。お司会ありがとう。元気にしてラビしてたよ。ありがとうございます。ラビやってくれて。ゼッキーさんこんばんたる。カルビさんこんばんは。12月末松山たた。お、すずなちゃん松山。松山で会いましょう。みんな嘘でしょ。結構落選してるね。クリちゃん元気玉さんこんにちは。猫出しも似合う。ありがとう。お、ウレタル松山当たった。やった。松山城リフトで登りました。当たったからカホタルに会いに行くね。お、ワッタンさんありがとう。うちは持ってきてね。ケケさんこんばんは。ヒロさんこんばんは。こんばんは。うん、エミちゃんお出かけ前どっち。お出かけ後。今帰ってきたとこ。全部当たった。すごいね。めっちゃ思ってんじゃん。覚えてるよ。ジョリオコウキさん再販も23日当たって。おえ、ありがとうございます。23日かずみねさんこんばんは。高い高いとこ平気てか、そんな。でも高いは高いけど、なんか全然あの怖い感覚は全然ない。リフトって結構怖いイメージだったんだけど、カホもなんかめっちゃ真下にあの何安全ネットみたいな、ネットじゃないけど安全のやつをがこうずっとあるから全然怖くない。久しさんこんばんは。とりあえず生存報告。おでこ出しかはてるかも。ユニットごめん落選。松山城景色めっちゃ景色良かった。あれ夜に行ったらねやっぱ最高なんだけどね。夜に行きたいですね。夜
最高だろうなって思う。今月握手会のカードの決済が来てびっくり。こんばんは、AKB48劇場のごめんにいてきて遅れた。おお、お疲れ様です。楽しかったですか？夜景はカホも好きですよ。イルミネーションとか大好きだから。今日は何分まで？40分。今日は40分までやろうかなって思ってます。普通に見える。何が今お花見の時期は桜が綺麗。あー、桜いいね。松山当たりました。楽しみです。お、ふんじさん楽しみ。かほも待ってます。ぶっちゃんこんばんは。ターボーありがとう。ハマチンありがとう。カタルこんばんは。昨日からポッキーのチョコついた。ふくらふくらです。はい、学校終わった。リアちゃんお疲れ様。うん、夜ご飯行ってた。お腹いっぱいです。松山城のハート可愛いね。でしょ？めっちゃ可愛かった。モバメで送りました。なんか細かなことは書けなかったからツイッターに。文字制限が結構ねあるから書けないっていう。あんまりだからモバメに細かいことは書いてます。1月の京セラかな。試験前最後に兄。お、ありがとう、嬉しい。アルミさんこんばんは。お、パトロールのコーチありがとう。待ってます。あ、くまちゃんありがとうございます。早く変わってる。漢字はさ読めないから。ぶっちゃんくまちゃんありがとうございます。白崎さんこんばんは。お城の中の急な階段、めっちゃ急だった。お城の階段めっちゃ急だった。本当にていうか落ちそうで怖くてずっと手すり持ってた。前髪のチョロギが怖いすぎだよ。鎧、あ、鎧、あ、鎧来た来た。鎧もメールで送るね。明日になっちゃうかも。ああ40分までだから送れるか。シティー初めて。嘘、楽しみだね。リアちゃん、さ、来週の握手券増やしたよっと。やっと会える。お、ありがとうございます。楽しみです。今からご飯食べる。今日はコロッケだよ。コロッケいいな。ポテトサラダと。12月8日夜だけ当選した。どの鎧、どの武将の鎧なの？わかんない。お城の中の階段急すぎて足つる。今日からモバメ撮り始めた方。モバメありがとうございます。やった、嬉しい。ご飯食べ終わるまで処理し、40分には終わりますけど、今日は風邪気味なのであっさりした鍋でした。今日はね、コンソメスープと豆腐でね、一日乗り切ってたんだけど、さっきご飯に誘ご飯にね行くことになったからご飯食べた。節約しなきゃいけないけど、カートル何日我慢できるか、結果2日間だった。カートル何日で我慢できるか、え、何、お久しぶりです。また
た未熟ですがよろしく。ライトさんよろしくお願いします。てちゃんこんばんは。もうすぐファーストの2年8日いるだけ行くからね。ありがとう。明日はコンソメスープとちょっととりあえず節約しよう。久しぶりです。すっちゃん、ご飯もやし、やっぱもやしって安くていいよね。明日スーパー寄って帰ろう。帰ったらこんばんは。こんばんは。どうですか、おでこ出しも似合う。すっちゃん覚えてるよ、福岡。帽子もっと近くで見たい。帽子はこういうやつです。来月ボーナス白いですね。そうなんです。11月握手券なかったの少し。あーぶーちゃんありがとう、ありがとう。そうだボーナス近いし、みんなボーナスの時期ですか。ボーナスっていつ出るんだろう。髪の毛染めてないですよ、めっちゃ言われるけど。染めてたから落ちてきた。大人羨ましいよ、大人羨ましいよ。大人結構大変だよ。でも12月10日ボーナス、あ12月か。えみんな12月10日なの。ハート100個ありがとう。あくまちゃんありがとう。誰からかな、ラト君ありがとう。ボーナスは世界のために受験する。おありがとうございます。髪伸びたのがありがとう。今年の冬はがっぽりよ。髪、そう髪の毛伸びてわかる。今めっちゃまとめてるけど。うちは15日やって、カータルに覚えてほしい。じゃあいっぱい会いに来てね、ショールームとかでも何でもいいので。ボーナスをカータルのために使いたい。なんて優しいんだ。みんな。イエーイ。みんなボーナス12月10日とかその辺なんだ。ボーナス出ないよ。受験終わったらもっとカハタルにたくさん。嬉しいなリアちゃん。カハタルに覚えてもらいたい。握手会行きますよ。あ12月23日握手会取れて、おありがとう。コスプレをもう用意してます。イエーイ。ボーナスはもうないね。 2.3 ヶ月分すごい。 2.35 ヶ月分ってなんかすごい。これ里着なよ。今日から入院。どうして。12月23日全員サンタって書いてあったね。え全員、あじゃあ手配してもらえるのかな、ぽいなそれ。全員サンタ、えそんなことあるか。あつねたらありがとう。ぐまちゃん、ハマさん本当ついれっぽい。でももうそろそろあのネタ切れと言いますか、もう書くことがなくなってきちゃう。
ボーナス旅行行きまーカホタルに公園で会いたい。クマボーナス、ほーい。ホテルで CD に握手券入ってるの？そうだよ、握手券。ご助カホタルありがとうございます。俺のネタあげようか。今日本当は宮島行ってくる予定だったんだけどさ、ちゃんと起きたらさ結構遅くってさ、宮島行けなかったんだよね。カートルは10万で旅行行くのどこ行く？とりあえず今はね、それぐらいだったら四国旅行だな。カートルこんばんは、こんばんは。誰も覚えてもらえないかも。そうなんすよね。あの牡蠣食べてたじゃないですか。何の番組だったかな、忘れちゃったけど、ん、何の番組だったんだろう、あれ。セットチャレ、違う、チューデンツだ。チューデンツで牡蠣食べてたからそれが食べたかった。あーちゃんに怒られた。ゆかほのが早く起きてた。あーちゃんのが遅かった。起きるの。海外行く方が安いかもって。かほちゃん知って半年でいつも元気で、ありがとう。ゆかほも起きた時間がそもそももうなんか無理っぽかったんだけど、あーちゃんの方が遅かったっていう。宮島28日のグランドホールに行く計画です。なるほど、お伝える。宮島行ったことありましたっけ。宮島はね、なんだったかな。いつ行ったんだっけな。お母さんとお父さんと行ったことがあるんですけどね、あれはいつだったかな。三次審査の前日だに行ったんだ。宮島に鹿いっぱいいた。それ以来広島に住んでるけど宮島は行ってないんですね。こうちゃんたら100個ありがとうございます。宮島行ったらかんちゃらかんちゃら、漢字が利益ない、え、漢字が読めませんから読めません。はい、マサさんありがとう。バラ、牡蠣はバター焼きが美味しいよ。牡蠣好き。でも全部この前の島根の旅を小出しに、でも瀬戸内じゃないからツイッターつぶやけないんだよね。かほちゃんって何パン好きですか。パン何が好きだろう、気分によるかな。あいちちゃんこんばんは、かわいっす、ありがとう。今日はテレビ何がやってるだろう、久々につけてみます。テレビ、意外、手洗い、うすれちゃダメだよ、 R1。深い話、たった一分で人生が変わる、そんな瞬間。今日月9って何？
わかりません。月9って何でしょうか。まあいいや。あ、スーツか、やってるんだ。知らない、見てないですね。見てないわ。おでこかゆ、おでこかゆ。おでこかゆ。今来たけど出遅れた。今日はもんじゃないよ。ウェピオ、ヤッホー、やったぜー。今日はあと10分で終わっ、15分で終わりよ。今日はガーハ、そう、多分ね、黒の服着てるからしっかり飛んでるんだと思います。そうちゃん、おやすみ。よしとくん、こんばんは。アレックスたる、こんばんは。画面が白いですね。今日は予約忘れてた、入れるの。結構私のガフタラ完成、ありがとう。来年から今以上にもっとガフタラを支えるね。本当に？やった。最近早い時間で、うん、確かに最近早い時間帯だね。なんか夜にやるとね、寝るの遅くなっちゃうからなと思って。なんか自分のおでこが眩しくってね。画面が白くって見にくいんだよな。ハローハロー。自分の顔がさ、結構白くて結構眩しい、反射しちゃってる。本当にいいよ、地元の言葉でお願い。本当それ。いや、本当にいいって難しくない？地元の言葉、なかなか。すごい輝いてるよ。めっちゃ眩しいんだけど自分が。観光大使、愛媛県全滅、香川県立ち並み当選です。おお、でもよかった、一個当たってくれて本当に。顔がピカーっていう感じで輝いてますね。ピカー、ほら、おでことかやばくない？今これピカー、眩しい、ピカーピカー、眩しいです。ブログ読んだよって、ありがとう、読んでくれてありがとう。眩しい。じゃあ沖縄の方言で何本ちゃんはちゅうらさん。で、沖縄の方言でかほちゃんはちゅらさん。へえ、
名前変わってねそれ私もかろうじて今手もしてた。あーよかったよかった。じゃあ持ってきてください。気をつけてきてね。奄美大島ならね結構知ってるよ。痛いのことをアガとか言ったりするんだよ。1ヶ月ね、大きな1ヶ月いたことがあるから奄美大島に。ああ、チュラね、はいはいはい、一緒だ奄美大島と。こんばんは。いや一緒だと思う、基本沖縄と奄美大島だって。奄美大島から見えたもん、沖縄の島。ちょっと少しっていうよ。そう、チュラさんいいよね。沖縄大好きだ。シマンチュヌタ今日のカホタルにバラをプレゼント、ありがとうございます。私も奄美大島も行ったことあります。魚、その時に透明の魚を見つけたんだ。何回か言ってるかもしれないけど、ガチの透明の魚、ガチ透明ってやつ。母ちゃん本当に痩せたね。嘘、嬉しい、ありがとう。まだダイエットしなきゃいけないけど、よく見たら今日でこの試合もっちゃ今さら。いや、透明の魚いるんですよ。 Google で調べてみてください。透明の魚いるんだよ本当に。てからカホ、あの時はさ小3の頃に行ったのかな。で透明の魚って透明の魚見たんだけど信じてなくって、なんか日本初の魚だと思ってて、大人になりそういえばと思って調べてみたら結構いるんですよね透明の魚って。マジ透明なの全部が。で縁だけ見えたり、あとはなんか光の反射でなんかうっすら見えたりすることはあるけど、ガチ透明。透明な魚ってそう見つけたんだよね。見つけたっていうかたまたまいた。本当に透明でしょ、びっくりでしょ。本当になんかね友達と一緒に行ってて、沖縄に、沖縄じゃない奄美大島に。で友達が見て見て透明の魚って言うから、そんなおるわけないやんって思うじゃないですか。でもいたんだよね、ガチの透明な魚が。すごかった、あれは本当に。透明の魚、うん、捕まえてない。なんかあれってどこの方にいるんだろう。結構ね浅いところにいてびっくりした。めっちゃ浅かったんだけど、あ、シラスは確かに透明。普通に魚の大きさだったよ、小さいのっていうか普通に、普通の魚結構まあ普通に大きいぐらい。
しぶりです。おっと、そろそろ順位を読もうとしますか。グッピー、グッピー知ってる、名前聞いたことある、めっちゃ気になるんだけど、グッピーって何ですか。ね、めっちゃ気になる。グッピー知ってるけど忘れた。グッピーってなんだっけな、気になるな。テレビでか透明のカエル見た。へえ、透明。いそう、でもカエル。熱帯魚なんか聞いたことめっちゃあるよ。10歳誰ですかね。テクピ。テキュイエロさん。読みにくい読みにくい、ちょっと待って、どこだどこだ、あれランキング、あった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 、12位、ヒューヤさん、11位、レオンくん、読めないんだけど、ヒューヤさんかな。はい、11位レオンくん、10位トニトニチョッパン、あ、忘れてた、 あれやらなきゃ。9位キアンタル、8位デミタル、7位アクアさん、6位キンちゃんタル、5位マサさん、4位ツネタル、3位ブーちゃん、2位ラートくん、1位ナナシさん、ありがとうございます。え、やる今日も。虫飛んでた。ちょっとでも分かんない人が、初めましての方が何人かいるんですけど。はじめましての方が何人かいるよ。エンマンジ行きますね。お、行ってみてください。何をするの。え、丁寧にね、一人一人にお礼言うバージョン。もういっか今日は。いつものかおちゃんの配信が好きだよ、ありがとうございます。それでは今日はもう終わりにしたいと思います。初めて団長登ってくれてありがとう。読み方がちょっと分かんなくてごめんなさい。オフィサーファルダーいう形バイセコありがとうございました。言ってほしい。じゃあ丁寧バージョン、初めての人はそれを期待して初めてのぼったのでは。いや、初めて見る名前の方が一人。だから感想は言いにくいから。13位、初めて団長登ってくれてありがとうございます。12位の方、なんとか来てくれたことはあるのかな。待って、よかったらまたいっぱい来てね。11位、レオンくん、いつもありがとう。なんか何回か登ってくれてる人に同じ言葉になっちゃう。いつも優しいコメントありがとう。10位チョッパ、10位チョッパ、いつもなんかリツイートとかちょっとありがとうございます。いつも感謝してるよ。9位、キヨンタル、キヨンタル、早く握手会で会いたいです。そして8位、デミタル、デミタル、もう会うのは来年って言ってたかな。
来年楽しみにしてます。待ち遠しいね。やばいやばい、赤さん、赤さん、はい、赤さんありがとう。いつもありがとう。なんかいてくれると安心しますよ。6位キンチャンタル、あ、ま、香川、松山、香川かな、どっちか当たったって言ってたかな。やったー、楽しみー。5位マサさん、マサさん全部公演当たったのすごいね。待ってます。4位ツネタル、ツネタルいつも全肯定してくれてありがとう。強い味方です。ブちゃん、ブちゃん大感謝、ブちゃん好きだよ。ありがとう、大感謝、ありがとうございます。香川か、ぶっちゃんはもっと絆深めていこう。来年いっぱい握手来てくれるのかな。お話がたくさんできてるし楽しみにしております。にらうとくん、らうとくんもいつもありがとうございます。いつもショールーム審査の時からかな来てくれてますね、ショールームにありがとうございます。1位、床屋店さんでしょこれ、7市だから分かんないよこれ。1位の方ありがとうございます。ピースありがとうございました。じゃあ今日は終わりにします。やばいやばいやばい、メール送らなきゃ、あはは。じゃあねバイバイ、メール送るね。あやたるも急いで食べてくれ、ありがとう、ギリギリセーフ。じゃあ今日は終わります、バーイ、おやすみ、3、2、1、おやすみ。